日本赤十字社医療センターは東京都渋谷区広尾にある病院である。日本赤十字社の中央医療センターであり、唯一の本社直轄病院。東京 d m ットのドクターカー現在医療センターが所在する東京、広尾の敷地にはかつて、ほったびっちゅうかみの屋敷があった。日本赤十字社医療センターの前身である日本赤十字病院が 現在地に移転会員したのは1891年のことで、病院前には全長数百メートルに及ぶレンガ塀が設置された。また、バス停留場の前には推定樹齢500年、周囲が4.7メートル以上で、区内最大となる大井町があり、渋谷区の天然記念物に指定された。1949年以降、皇后が名誉総裁に就任されていることでも知られる。 建て替え前の様子他の赤十字病院は、日本赤十字社の都道府県支部に所属している、堀田坂、石川定時、江戸東京坂道時点コンパクト版、平成15年9月20日発行、ABC 渋谷区散歩、散策マップ日赤両センターから、アリス川の宮記念公園まで東京 EETOKYO.com、OK、平成24年7月18日閲覧。 東京ふるさと文庫11東京にふるさとをつくる改編渋谷区の歴史名著出版昭和53年9月30日発行 P131 ありがとうございます